顔つきが全然違うということで、よくよく調べたら夢ゴンドン、夢ゴンドンになると日本で4番目のストランディングになるわけですね。だから珍しいということで、まあ、ここに埋めてるんですけど、これはもうぜひ発掘して、骨格標本にしたいということで今日掘り上げたんですが、でここで夢権堂が日本で4名目のものが上がって、クジラで上がって、でここで119頭のカズアゴン堂が上がって、でその前にですね、マッコウクジラのですね、10メーターものです。あれがですね、そこの木花のあのサーフィンとかでしょ、車がいっぱいある、あそこに上がった。でそれも宮日に乗ってるんです。だけどそういったことはですね、皆さんあんまりご存じないんですよね。もう昔の話やから。だからこの海岸っていうのはですね、クジラが上がりやすい海岸なんです。それでな、我々はですね、なんでやろうっていうことで、まあ、だいぶ研究してるんですけど、北の方向はこうなんですね。こうで、ちょうど青島がですね、だいたい北東の方向にこう、東大からずっと下の方はですね、青島の並びの生っていうんですかね、海底の盛り上がり の地形が、だいたい青島の並びの感じのやつがずっと向こう側の、だいたい1000何百メーターばかり。だからまあ言うたら J型 の封鎖型っていう形になるんですけど、じゃあそれがその封鎖型になっても、その浅い海岸になんで来るのかということはですね、それは世界中みんな考えてるんですけど、わからないです。で方向をなくしたとかそのいうことで、うち の森光先生って医大の耳鼻科の先生なんですけど、が寄生虫がおるんだということで、そこのとこ のここの耳ですね、ここのここ辺を焦がしてですね、耳石を取って、そこら辺の部分 の寄生虫を調べたり、組織を調べたりしてるんですけど、この前3月でそれの寄生虫に侵されて聴神経がやられたっていうことをやっと掴みましてですね、で、まあ、発表する予定なんですけど、そういうのもあるんだと。で宮崎はまあ言うたら寄生虫説っていうのを取ってるんですけど、全体的にはまあ磁場方向を間違えたっていうその説っていうのもあるわけです。これで方向間違えるってのは、なんで方向間違えるかっていうと、さっきこの説明したテレスコーピングって言ってですね、これまあ言うたらレーダーなんですけど、で目標物から跳ね返ったやつを自分の方向感で、あここにやばいやつが、ここに餌があるとかいうことをこうやるんですけど、砂浜っていうとこはそのいわゆるまあ潜水艦は、まあ、座礁することはないんですけど、まあ、これの、まあ、音波が消えやすいっていうね、いうことであるんじゃないかっていう説もあるわけです。地形的なもの、砂浜ですよ。それと地軸を紛らわす云々っていうのもあるんだというのもあるし、まあどういうことでっていう、これやっていうのはないわけで、ないから我々もですね、いろいろこういう漂着物を拾ってですね、
研究の材料にしてるんです。ということで、本件は下から南まで平等に上がるんですけど、特にこの海岸っていう、この海岸は大きな謎を秘めた海岸ということでですね、もう非常に興味を持って、だからちょっと今日言いたかったのはですね、この海岸線がそういう特徴なクジラにとって、ですね、結局なんで漂着したかっていう、まあ気分が悪いから、まあそうっていうのは、最終的にはですね、クジラの祖先は、まあ言うたらアフリカが経由でカバなんですよ。カバっていうふうに言われる、クジラの祖先。だからもともともう自分のその生まれ故郷の浅いところに戻ったと、まあ勝手なことを考えるんですけど、まあそういうのもあります。もう寒い中話してもあれですけど、まあそういうことで、まあ帰られたらなんか書いちゃうなっていうところで見ていただきたいです。以上です。なんか意外、だから日本海、そうですか。ありがとうございます。広げ取ってくれるとか、触るとかサイン。はい。今この時点ではなんかもうカスカス、なんそんな見えないけど、そうそう、これはさ、でも水体のね、埋められたな、重化ですか。いや、じゃあ応用生物でも大丈夫。水体、石柱の水体の両端にね、骨端板っていって骨がこう板状のものがくっついてるんですよ。これがね、水につけてるとだんだん崩れるのよ。骨端板外れちゃうと、必ずそれは一つの水体に二つの骨端板がついてて、ウミガメが上陸するときは、なんちゅうの、他の水体と絶対くっつくことがない。あそこで渡してたのが、こんなに水が出ると思わんかったね。ちょっと広げてもらえる。一昨日来てたよね。今東大に行っちゃったけど。あ、内田先生、うん、今東大の准教授ですよね。いやいや、宮崎来てらっしゃったんですか。うん、2泊3日で、うん、講義があるって言って宮台で、うん、僕宮台と思ってた。ちょうど俺がちょうど先週出張やったから、飲みからすどーってメールしたら、いや同じ日で宮崎に行きますって。入れ違いじゃん。予算は一緒。日本大学。はい。人間と違って、海で。マタイさんは。日本人は断然して。